どうもこんにちは。今日はね、シチリアのトラーパニっていう町で、まあ、名物料理になってるパスタトラパネーゼ、ペスト・トラパネーゼかなを作ります。アーモンドを入れたペーストですね。では作ってみます。今日は直接入れます。茹で汁をね、ちょっと調節するために取っておくことにしました。はい、今日作ったトラパネーゼ風パスタ食べたいと思います。
サルテ。さて、どうでしょうか。今日はオリジナルでコストコの鶏肉を入れました。うん、おいしい。バジリコといえばジェノベーゼのパスタね、が一般的なんだけど、そのシチリアのトラーパニっていう町はね、あのパレルモからバスで1時間ぐらいの、まあひなびたっていうか失礼だけど、まあ、漁師町というか港町なわけですよ。交易が盛んな昔からのね古い町で、そこではそのこういうバジルのが大量にやっぱりなったところに、その当時の名産のねアーモンドがあるのね。アーモンド生のよ、それとトマトを一緒にミキサーにかけちゃうっていうのがね、こう地元の定番のペーストなんですよ。まあそれ最初食べた時はね、こういうのがあるんだって思いましたけど、食べると本当美味しいのでついついこう引き込まれた感じですね。アーモンドの甘さがこうにじみ出てるっていうのかな。まあ不思議なお味だけどエキゾチックなシチリアのパスタです。はい、ごちそうさまでした。美味しくいただきましたね。いや本当トラパニ風のパスタ食べたの本当久しぶり。前にあの瓶詰めのねペストトラパネーゼっていう、まあ、製品結構あちこち売られてるのを輸入して販売してたことがあるのね。ただその時はもう全然誰も知らないもんだから全く売れませんでした。でも美味しかったのを覚えてたので、まあ今日初めて作ってみたんですよ。まあなんかこうちょっとね、やっぱシチリアっていう島はアラブとかの影響をすごい受けているので、大変こうエキゾチックな感じなんですよね。だから今日のパスタもすごくいろんな味がこう入り乱れて、まあアーモンドとか入っちゃってるしね。美味しゅうございました。ということで今日はペストトラパネーゼにトライしてみましたよ。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオチャオ。